はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソングマラルコですね。突入していきましょう。話すひどいまあでも湖だからね、死にはしないでしょ。でも鎧着てるからさ、上がってこれるかな。ちょっと待って、これもう全然動けん。まあいいや、向こうも接触が結構困難だな。並んでる。ドリフトジグザグ走行でいけば、ダー3チェーンにした。しかも後ろからだな、これ。先手取られた。でもサイクラストは2回打てるはず。アルベルト50、こいつはさ、もうそんなに強くないから、最初の方めちゃくちゃ苦労してくる。カエルなんて雑魚ではもったいない。サイコブラストが、よし、こういう雑魚でも上がってくれれば御の字。誰、あ、いっぱいいる、いっぱいいるな。もうやだ、早めに打ってほしいんだよ。サイコブラストで、もし次いっぱいいたらブレードロール祭りだな。あ、まだ打てんじゃん。続け、3回打てるわ。チェイン大歓迎だな。鍵し、これでちょっと行動不能になる可能性が。あ、ショック受けた。マジか、切り返し。なんか割と普通の覚えたな。粘液、やべ、アルベット死ぬんじゃん。またサイコブラスト、懲りずにやろう。噛みつき、やばい、本当に死ぬ。フォークブレード覚えた。いけ、遅咲きのサイコブレード。こいつらなんか水の上に立ってんの。一人だけチェインから外れたのか。もうダメだ。おお、すげえ、もうすごくない、このテク、船の操縦テク。すげえ分かりやすいところにあるのは助かんな。でもこんな建物を建てたってことでしょう。その技術もまたすごいよね。いきなり敵いるし、後ろを取ってチェインしたとしても大丈夫。先手を取れず、まず一層アップ。そして二層パラメータアップ。効率がいい。さらに三層、いいね、いいね。で、宝箱があったよ。一応罠だけちゃんとチェックしよう。ワンテンポ置かないといけないから。あ、地図だ。で、え、ちょっと待って、 なんだどっちだこれ。扉はいけない。また帰り道の書斗か何かかな。見えん、敵が後ろ取れんな。これ先手、ちょっとこれは一ターンで倒せるかどうか分かんないぞ。サイコブラスト一発で倒せないかな。ヒレパンチ、結構なヒットポイントだよな。倒せない。アルベス死ぬんじゃん、これ。死んだ。まあでもサイコブラスト一発撃ったからいいや。いや、勝ったい勝ったい勝ったい。こんな勝ったいっけ。一人時間差、でも一人時間差使うまでもなく多分倒したよ。だからやっぱここは大木を使うべきだな。火力が全然違うからね。ほら、300
お、覚えた覚えた。こまめにセーブしないとマジで全滅したら戻されるかんね。前回のクリスタルレイクマジショックだったかんね。全滅っていうかあのゲームオーバー、本当に最初まで戻されたから。でさあ何だこれ、1個ずつ見ていこう。一応あれ開けられない。これはなんだ、あ敵がいるけど、いやこいつは無視しよう。なんか開くやつとかあんのかな。ダメか。ダメですね。次のフロー多分どこも開かないな、敵がいる。ダメか。ダメですね。後ろから行こう。こいつは切れるか。先手で大木、雪がちょっと位置使っちゃうからな。ヒレッパンチ、サイコブラストで周りを倒せる。おスプラッシュアロー覚えた。特性が分からない。やっぱりレベル3くらいは欲しいよな。レベル3あるとだいぶ違うんだろうな。これはちょっとチェーンするね。倒そう。でどうなってる、そのゼロで使えるやつがない。フード。いいね、片手はやっぱり手が発動するのがいいな。知力 BP。 モンスターが協力して戦っているのか。ああ結晶体が多い。結晶体って一発で倒せるっけ。ミドカッターサイコブラスト倒せるな。サイコブラストも魔の魔法だから耐性とかがあると効かない敵とかが出てきそう。まあそれはあれ、ここも扉だけどいけた。どの魔法においても言えるんだけど、なんだこれ、セーブしとこう。一応アルベルト初期 BP7 までいったな。なんだかんだでジャミル13とかすごくない。あなんかある、これなんだ。えなんかわかんねえ、わかんねえけど、ちょっと上行ってみっか。あれいた、早っ。我らが守護神、偉大なるクジャラートの守護神、我らの祈りに応えたまえ。我らが捧げ物を受けたまえ。水流、水流とか人間欲しいの。欲深き人間よ、お前の望みは何だ。我の力、クジャラートの栄光を取り戻す力を与えたまえ。この若い娘を捧げます。何とぞ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 。ではこれを与える。娘っ子一人持ってくるだけで力くれるんだ。その指輪はお前の術の力を強める。力の使い方はお前が考える。娘をもらっていくぞ。待て。貴様何者だ。さてはウハンジの手の者だな。邪魔をさせるな、殺せ。いっぱいいる、4人くらい来たな。しかし後ろに水流、トゥマンガードだけだし
一応ちょっと全員一掃する感じで、こうレイピアがやっぱりないな。デタラメも使おう。で石斧のブレードロールか、あ8使うんだこっち。じゃあこっちにしよう。パンチ65、どうよ1人切ってる。デタラメ、まあ、これはいや全然当たんねえ。デタラメすぎだろ。サイコブラスト本命だ。すげえシーンだな。役立たずどもか。お前無犯人にいくらもらった？まだ何ももらってねえんだけど。そもそもわしのために働け。なめてんじゃねえよ。この指輪の力早速試してみるか。1体の場合はちょっとどうしようかなってなるんだよね。生命波動結局1回も使ってない。強撃か切り返しか大木弾こいつ、あ強心剣があったか。1人用のやつはなんかさ、武器の威力ってか技の威力とか乗せといてもらいたいな。わかんねえどれが強えのか。フォークブレードはまあ BP 的に強そうだよね。よしこれでいこう。大現実キック152か、まあまあだな。前傾衝突の波動強襲剣がまず830。回復に回すかどうかだよな。シフか、シフはマジで強心剣でなんとかダメージの総数になるから。ちょっと全体攻撃されたらまずいんで。ウォータが140、大体150前後の単体攻撃が多いけどそれですぐかっていう話だよね。クロスブレイク、これ技使ったときただで使えてる。ただでもし使えるんだったらかなり助かる。8分かんねえ減ったんだか減ってねえんだかよく分かんないです。トマホークってどれだけの威力なんだ。オーバードライブマジで。おお動けん。136、これ全体攻撃はないと信じたい。アルベルト2発耐えられない。いやこれはむしろ OK。 結構壊滅的なあれを受けたけど、でも BP もそれなりになんか溜まってる気がするな。フォークブレードがある。フォークブレードでいこう。ちょっと3人になってしまったけどしょうがない。攻め波動196、連携強振が連携入ってくれたのはでかいけど、まああまりダメージ上がってない。よし倒した。まさかオーバードライブを使ってくるとは。さすが水流の指輪の力、その力俺がいただいていく。いやこれもなんかもうこいつちょっと苦戦したから水流と戦う気が起きないんだけど。それもすでに我が物だ。返して欲しければそれ相応の捧げ物をせよ。ではこの指輪を返します。返しますかって。それはそうだね。だって元々俺のだもん。俺のっていうか。わがままなやつだな。一体何が欲しいのですか。アビリスに雨雲の腕輪を貸したままになっている。取り戻してくれ。アディリス、誰ですかそれは。アディリスはベイル高原のグレートピットと呼ばれる巨大な穴に住んでいるシリーだ。わかりました、何とかしてみましょう。腕輪が戻るまで娘を預かっておく。さらばだ。
グレートピットの場所教えてくれよ。まあ、ベール高原は話聞けば行けるようになるんで、これ入り口まで、あー入り口まで戻してくれた、やった。でちょっと指輪、アメジストじゃなくて水流の指輪か。知力アップ、炎に強く、雷には弱くなるのか。どれだけ上がるかだよね。今が知力プラス14でプラス18、めちゃくちゃ上がるな。まあ、雷に弱くなっちゃうのはしょうがないよね。あんまりなんか雷の敵っていうのが思い浮かばないんで。でバーバラにグラマリン返そう。で防御力1上がるから、なんとなくジャミルの装備さ、プロテクトリング装備されてる。じゃあシーフに装備させてあげるか。グラマー全然強くないからね。よし、じゃあここからですね。バファル帝国なんもないんだ。ローザリアから船乗っていかなきゃダメか。ヨービルだな。イスマス経由でもいいんだけど、イスマスはでもオリジナル版ほど敵はいないのか。てかイスマス城のさ、あいつ倒せんじゃねえ。もうイスマス経由で行こう。やっぱりまずちょっと城覗こう。今の俺の実力ならば、宿屋寝てねえけど、まあ、大して戦わないでしょう。こいつもちょっとめんどくさいからシカトする。問題ない。一体とか攻めハブ、あ待って待って待って、そのままになってるわ。断ち切りでいいや。全然大丈夫だな。まだマラルコのダンジョンめちゃくちゃ短かったのが助かったな。狙い撃ち。てかさ、この境界海ってなんか赤外線みたいなの出ててかっこいいよね。赤外線っていうのかなんだかわかんねえけど。だってあそこに陣取ってるやつ、ちょっとめんどくさいからこいつらを倒そう。あ、なんかちょっと新しいマミーが出てきた。実力のほどダメージは普通に通る。サイコブラストは、あ倒せるわ、一撃だ。まあ、ヒットポイントがもし1000以上あったんだったらサイコブラスト一撃だけじゃ倒せないけど。あれ、こいつも新しいグール。サイコブラストでまず様子を見る。いや、クールが生き残ってんな。グールズスクラッチ168か。防具にもちょっとお金を割きたい気もするんだけどな。感染全体的にジュエルもお金もいろいろ足りない。まあ、その中でこううまくやりくりするっていうのが必要なんだろうけど、無駄遣いする分はないよね。やっぱりある程度システムを理解してやらないとなかなかにきつい。サイコブラストでちょっと周りを排除する。クロスブレイクが一番強いか。強心剣もいいんだよな。6使うのこれ。いやでも強いからな。フォークブレード、これはもう力やだな。ちょっと一回ブレードドールかけとこう。倒せなかったらちょっとシャドーボルト240で死んだ。これ出るとちょっとマジヒットポイントが少なすぎる。まあ、ブレードロールかけといてよかったと言うべきか。倒せるか。ミスってる。いいです。力どれだけ下がるんだこれ。巨神剣585、硬いな。そもそも硬い。フォークブレード、デタラメのブレードはだってかけらんないもんね。
これ耐えられる？一応耐えられんな。でたらめ、よし倒した。あとは貴様だけだ。ああ倒した倒した倒した。そんなにヒットポイントは高くなかった。いいねいいね、めっちゃ上がるわ。硬い分そんなになんか敵の、ちょっと待って落ち着いて取ろう。こいつら倒してて、いっぱいいる。アロフレイン的なやつとかミリオンダラーとか覚えてくれるとなんかかっこよさそうだけどね。はっ、てかそうなるとアルビウスなんかもう後ろに下げちゃっていい気がするな。別に術に関しては適正値ないから後ろでもいいはず。攻撃しないわもう。なんかアルベルト魔法剣士とか言っときながらさ全然魔法剣士してない。よしアクション1000円、オッケー。パールリング、パールなリングを手に入れたぞ。愛が雷に強い。今度はお力高いのか。合いそうって言ってもお取れるんだ。500円、よっしゃ。ジュエルも18。出口を塞がれた。あんまり美しくない相手だね。何フリスベルグ AB とか、あいつらはちょっとまた初めてのやつか。最悪デタラメで、デタラメで2使うからな。76。ブレインの、うわ100超えるか。全員倒した。じゃあちょっとイスマス城は出て一旦ブルエーレに出る感じになるのかな。そこまで行きましょう。ベイル高原の向こうにゴールドマインという金山の町がある。だがベイル高原は危険すぎるからローバーンを通る遠回りの道を行くんだ。あ、これでローバーンに行けるようになった。で、さらにゴールドマインにも行けるようになった。バファル帝国進出だな。あまりバファル帝国のイベントはもうやらずに終わりそうだな。皇帝の奇妙とかやんなそう。だってアビリティ的に不意打ちはいいや。帝国海兵、あ両手をのこれであるのか。ってことはシフ、ちょっとあれシフはなんだ。両手をのはフォークで一応、いや93もすんの。鍛冶屋は発掘で剣士、まあ、長剣、物が分からん。ロザリア・サーベルの大型剣、大型剣なんてあったないよね。あ大型剣あるわ、帝国騎士兵か。あ大型剣でも1はあるんだ。2にすんのが若干かかるんだよな。100くらいかかるよね。いや100くらいかかるわやっぱり。いやでも2にしとこう。3にすんのめちゃくちゃかかるな。弓系はここはないから両手王のも2人できない。3足んねえわ。パブ行こう。なんだお嬢さん方がいる。なんかお話ししてくれっかな。仲間から いらん。俺ベイル高原に行きたいのよ。誰かベイル高原の話題をくれ。何かお探し。グレソガンナ両手体験、術戦士の鎧か。竹グレートアクス両手をむちゃくちゃ高い、まあ、確かにここいいのが売ってるイメージだよね。ここら辺でも安いな。タウンソード26でも3300か。
あ、義勇軍いました。ください、地図。おい、君。俺はいつ初心者から脱却できるんだ。これ多分全部解放すると初心者脱却できるんだよね。で、俺はちょっとマジでベイル高原の、あれここローマンじゃん、ブルエールだもんね。ブルエールでもらえるはずだよね。さすがにもうこっちは入り口付近すぎるから、ちょっとブルエールで情報を集めましょう。ディアナが見える。そう、これなぜかディアナがここにいるんだよね。会えないけど、アルベルトこれ見えないのかな。東のベール高原には、あ、ベール高原の話題あった。いっぱいよ。よし、これでベール高原行けるようになりましたということで、ちょっとゴールドマイン顔だけ出してみようか。メルベルに行けないかな、そのまんま。あれ、なんか、あ、大丈夫か。不穏な音楽かと思ったけど、そうでもない。なんか大丈夫、なんか変なやつが突っ立ってんだけど。逃げ遅れた仲間が、やっぱりそうか、モンスターが襲撃してきたのかな、行動に。ここ義勇軍どこだ。だいたい入り口にいるんだけどな、見当たらん。多分中入ろ。あー、クローディアがいる、仲間にしたい。グレイもいる、いいな。いいけど今回はちょっともう諦めよう。こっから誰かを外したりするとめんどくさいからな。一応もうパーティーはこれで固定でいきます。でちょっとここは顔を出しに来ただけなんで、ベルコーゲン行きましょう。あれ、ベルコーゲンってなんか必要なスキルとかあるかな。まあ、ちょっと確認して、次回はベイル高原経由でグレートピットに行ってアディリスに会ってきたいと思いますので、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。